それでは計算基礎学1の第14回の授業を始めたいと思います。まず前回第13回のまとめです。前回第13回はそのモジュラ算法ということで、その前回はその中国ジョヨ算法を使ってその行列の積の計算を効率化するという方法について紹介をしました。で今回はちょっとだいぶ話が変わるんですけれども、高速乗算法の話をしたいと思います。これは整数ですとか一変数多項式のその乗算をこう高速にやりましょうという話なんですけれども、で今日はその唐津波の乗算アルゴリズムという手法について紹介していきたいと思います。で、その唐津波の乗算アルゴリズムで整数の乗算および一変数多項式の乗算のアルゴリズムを高速化するという話を紹介していきます。では最初にですね、この唐津波の乗算アルゴリズムの整数編の話から入っていきたいと思います。でここで考えますのは十進二桁の整数の乗算を考えたいと思います。非常にそのエレメンタリーな基本的な演算ではあると思うんですけれども、今 A と B というその十進二桁の整数が与えられているものとしましょう。で A は10の位が A1、 1の位が A0 という数、それから B は10の位が B1、 1の位が B0 という数ですね。そうしますと一応 A1 と A0 を使うと、こういう形でこう A と B というのがそれぞれ表されます。でこの時にその A と B の積を計算するんですね。で、A と B の積を計算するんですけど、この時にですね、1桁の整数の乗算を単位として、その1桁の整数の乗算というのは一体何回必要かってことを見積もってみます。A は A1×10 プラス A0、 それから B は B1×10 プラス B0 と表されておりますので、この AB の積というのはこの式を展開しますとですね、こちらの式のような形で展開されるわけです。でそこには A1、B1 とそれから A1、B0、A0、B1、A0、B0 というその4種類のその1桁の整数の乗算が出てきますね。そうしますとこの2桁の十進2桁の整数の乗算を1回行おうとすると、この十進1桁の整数の乗算が4回出てくるということになります。まず非常に基本的な事実ですが、これを押さえておきましょう。で、ここからのトリックというか、今日の話のミソなんですけれども、実は、この、十進の2桁の整数の乗算を行うに、十進1桁の整数の乗算が3回で済むというのが、この話のミソです。で、それはどうやるかっていうと、ちょっと、あまり自明じゃない展開、こういうふうに展開するんですね。A1、B1。A1、B1 はこれ先ほども使っておりました。で、ここですね、A1-B0 と B0-B1 という数を作って、この積を取ります。で、あとは A0、B0 というのは先ほどと同じですね。で、このようなトリック、このような技を使うとですね、実はこれ、1桁の整数の乗算が3回で済むというのがこの方法の本質的なミソです。で、この、で、といってもですね、この A1、B1 と A0、B0、ここにも出てくるんじゃないかと言うと思うんですけれども、一応、この A1、B1 はここで1回計算しているから、ここではそのまま使い回せるということを言ってるわけですね。ということにしてるわけですね。だから A0、B0 もここで1回計算しているから、こちらはそれをその結果をそのまま使い回せるということを言ってるわけです。で、あとですね、他の点で注意すべき点としては、加算の回数は若干増えているかもしれません。加算の回数は若干増えているかもしれないですけども、乗算の回数が減るというのが本質的なポイントです。で、じゃあなんでその加算の回数が増えるのに乗算の回数を減らすのがメリットかっていうところも疑問もあるかもしれませんが、一応今回はですね、その乗算のコスト、乗算にかかるコストは加算にかかるコストよりもはるかに大きいという仮定をしております。ですので、その加算が少し1回ぐらい増えても、乗算が1回減らせた方が、長期的には
計算量としては得するんだという、そういう立場に基づいております。さて、じゃあその計算量をですね、ちょっとこれから考えて見ていこうかと思うんですけれども、十進 n 桁のその整数の乗算の計算量を比べてみますと、まず通常の方法ですね、その先ほど紹介した普通に展開して、積を計算する方法ですと、これはn 桁の整数の乗算というのは大体 n 2乗のに計算量が比例するということをやりました。これは多倍調整数同士の乗算の話をしたときですね、これ第6回でやりましたけれども、そういう見積もりだったわけです。で、今回ですね、これが唐津波の方法、今回出したのが唐津波の方法と呼ばれる方法なんですけれども、この方法に従いますと、n 桁の、整数の乗算をですね、2分の n 桁の整数の乗算3回に帰着させるということをやっていることが分かるかと思います。先ほどの例ですと、2桁の十進数の乗算をですね、1桁の十進数の乗算3回に落としましたよということを言っておりました。同じようなアイデアで、n 桁、もし n 桁のですね、整数の乗算があったならば、その2分の n 桁、一応これ n は今偶数と仮定しまして、同じようにですね、例えば a というのをその、a の上位桁、それから下位桁に半分に分けるわけですね。で、b に関しても、2分の n 桁の上位桁と2分の n 桁の下位桁にこう、の和に分けるわけです。で、同じようなことをやると、n 桁の a と b の乗算というのが2分の n 桁の整数の乗算3回になりますということを言っています。で、この唐津波の方法ではですね、さらに、今ここで1回ですね、このような形で2分の n 桁の数の乗算にこう分割したんですけれども、さらにこの方法では、その例えば a1-a0×b0-b1 ですとか a1×b1 とか、あと a0×b0 っていうその2分の n 桁の乗算をさらに再帰的に分割していくということを行います。で、このようにある桁でのですね、ある入力サイズに対するアルゴリズムを、そのより小さなサイズに対するアルゴリズムを再帰的に呼び出すことによって分割していくことをですね、分割統治と、このコンピュータサイエンスの世界では言います。ディバイド&コンカーと英語で言いますけれども、このようにしてその与えられた問題をより小さな問題に分割していくことで、その計算量を抑えようというのが、今回の唐津波の乗算アルゴリズムのアプローチです。